こんにちは。吉田さんあの長嶋茂雄さんもね、同じことを言っていて、その努力してますっていうふうに練習を売り,にす売り物にする選手は一流とは言えないとかね、いうことなんですけども、まあ、結局あの、まあ、努力が認識できるうちは努力ではないってことなんですよね、きっとね。あの努力じゃなくて、没頭とかね、真剣とかね、あのレベルらしいんですよ。熱心と真剣は違うよとか言って、櫻井会長も言われてましたけども。 うーんやっぱりこう1万の桁なんじゃないですかね人間の寿命が100年弱として何かをやり込んだとすると人生の一部をそこに割いていかなくちゃいけないんですけどもだた1万回っていうのがそのまあ取っかかりのレベルになるんではなかろうかとは思いますけどね1万ねんから1万回工夫しながら一点集中したものがあれば、まあ、それはまあ努力の域までいくんではなかろうかと思いますし多分 なんかそこまでランナーズハイっていうかやるることとに苦痛も感じなくなく思うんですよねまだなんか別の動画でもお話したんですけどもなんか残業してるとかね時間内に終わらないとか生活に傷をつけながらやってるっていうちはまだなんかこう修行中の身というか三流の身で、まあ、一流の人ってなんかね全てに余裕があるっていうかねあの無駄な時間っていうんじゃないです余裕の時間ですよねそういうのを持ってるんじゃないかなと思うんですよでしかもそういうい 無駄な時間ではない余裕な時間いわゆる遊びの、ね、時間ねあの車のブレーキでも遊びってのがないとブレーキが効きすぎちゃって危なかったりしますけどもやっぱこう徐々に効いていく遊びみたいなところね、うん、いわゆる本当に面白おかしい遊びじゃなくって動作上必要なあ動きという意味の遊びねあれが備わっているとそれも込みで一つの作業動作になるのかなと思いますよね。 王貞治さんがあの努力で達成できると、まあ、達成できないとしたらまだそれは努力とは言わないっていうふうなトンチみたいなことを言われていてまず生き切った人はそうなんだろうなと別の景色が見えてるんだろうなと思ったら同じようなことを長嶋茂雄さんがね言われていたってさすが永久決断だなとじゃあ私たちは何かの永久決断になるっていうようなことがあるかなとかねこれは他にできるやつはいないだろうとりあえずこれの道だったら日本じゃないかなっていうふうに、まあ、自負できるものとあとは あの他者にね認めてもらうものがあるかなと思ったらやっぱりね YouTube のアップロード動画1万本とか2万本っていうレベルとかサイト1万サイト量産とか,んなんか顧客対応1万人とかっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますよね、まあ、そのレベルがスタートラインってことですかねだから月収100万も別に目標値じゃなくってあくまでもスタートラインで、うんまあ、我々は別に退職金があるわけじゃないですしなんか公的な保険があるわけじゃないし。 さまざまなリスックにさらされているとしたら会社員の月給30万と私たちの月収100万はまあトントンなんじゃないかなと思いますけどね。